パリ五輪女子ゴルフ初日4日ゴルフナショナルパー71山下美優は前半を首位と2打差の1アンダーで折り返した3番で最初のバーディーを奪った山下続く4番ではボギーでスコアを落としてしまったが直後の5番でバーディーを奪ってバウンスバック6番ではピンそば5メートルにつけるもバーディーパットはラインを読み違える形となってパーセーブとなった 7番でも3メートルのバーディーチャンスにつけたが、パットはオーバー。迎えた9番パー5では4打目をピンそば2メートルにつけてパーセーブした。前半は我慢のゴルフとなった。笹生優香は7番で深いラフにつかまりダブルボギーとすると、8番パー3で痛いアプローチミスがアリスコアを落とした。通算3オーバーで前半を終えた。